はいかがでしょうか。今度はいかがでしょうか。今度は音を聞こえますか。あ、OK。はい、すいませんでした。X スプリットは非常に調子が悪くてですね、固まったり音が出なかったり、まあとにかく、そしてですね、X スプリット再起動遅いんですよ。すごくね、再起動が時間かかって、本当に申し訳ありませんでした。もうなんかこう、Windows 7の再起動よりも時間がかかるみたいな。はい、申し訳ありません。戻れました。はい、皆さん。何の話だったかな。あ、ありがとうございました。すみませんでした。復活しました。復活しました。イエス様の力で復活します。イエス様の力で復活します。日本もイエス様の復活で、日本のイエス様の力で復活します。あ、炎のリバイバルですね。はい、リバイバルが近いので熱いと考えましょう。皆さん、すべてですね、すべてあのリバイバルに結びつけましょう。すべてのことをリバイバルに結びつけるのです。ですから今回の選挙もリバイバルに結びつけましょう。ネット選挙ということで、あ、今祈ったところありがとうございます。ネット選挙というのも何かリバイバルに関係があると考えましょう。すべてのことを、リバイバルに結びつけるのです。すべてのことをリバイバルに結びつけるのです。そういうわけで皆さん、これからですね、リバイバルのいろいろさまざまな印が出てきます。リバイバルのいろいろな、この、その、なんて言うんでしょうかね、印、サインが出てきますので、ぜひリバイバルに結びつきましょう。リバイバルというのは、あ、キリストさんこんばんは。神の力に、この、神の力が注がれて、祝福されるということでしょうか。クリスチャンがたくさん生まれるということでしょうか。リバイバルとは神の国が来るという感じでしょうか。神の国が来ます。で、今日のタイトルですけれども、原発に代わるベストなエネルギーは何ですか。原発に代わるベストなエネルギー、一つはシェールガスですね。シェールガスっていうのがあります。まあ、短期的ですね。短期的に。そして石炭もですね、今見直しされてます。で、石炭っていうとちょっと古いエネルギーのようですけど、今その石炭が安いんだそうですね。安いで、その石炭でもあまりこの、二酸化炭素が少なくするような技術もできてるそうですね。油注ぎもある意味でエネルギーです。そうです、油注ぎこそ霊的なエネルギーです。油注ぎこそ霊的なエネルギーですね。ですから、まさに本当のエネルギー、本当の霊的エネルギーが必要です。リバイバルというのは、その霊的なエネルギーが、その注がれることですね。霊的なエネルギーが注がれます。はい、それで、今日のですね、会見と再起動は日本の破壊であるということですが、この今回の選挙の争点は会見か護憲かという争点と、それから再稼働か、それとも、脱原発かという、その2つが大きい争点ではないでしょうか。TPP もありますが、TPP もありますけど、一番は、改憲か護憲かということと、それから再稼働か脱原発かということですね。で、この2つのことをですね、よくこう考えると、よく考えると3つの共通点があるんです。3つの共通点。
この3つの共通点を今日ちょっと皆さんに分かち合いたいと思います。1つ目の、共通点、それは1つはですね、破壊ということなんです。破壊、まず改憲か護憲かということで、国防軍を作ろうという改憲は戦争を、しやすくなるわけですね。戦争がしやすくなる、つまり戦争しやすくなるということは、戦争っていうのはまさに破壊です。戦争をしやすくなるということは、まさに戦争というのは破壊なんですね。戦争と破壊。そしてですね、日本は第二次世界大戦で日本が本当に破壊しました。破壊しました。そしてその破壊したということを経験したのにもかかわらず、もう一度戦争しやすくしようとする。戦争はどちらにしても破壊なんだということですね。それからもう一つの原発なんですが、結局原発も破壊なんですね。福島原発で分かったように、その大きな破壊なんです。いろんな破壊がありますね。人間の健康に対する破壊と、地域の破壊と、エネルギーの破壊じゃなくて汚染の破壊と言いましょうか。汚染の破壊、地域の破壊、健康の破壊、原発も結局は破壊。つまり改憲と再稼働、原発というのは破壊というキーワードで共通点があるんです。それから2番目の共通点はですね、原子力ということですね。原子力、つまりその改憲で戦争がしやすくなるということですが、もう今の時代は、戦争といえば核戦争です。戦争といえば核戦争、もう両方とも破壊される。敵も味方も結局は原子爆弾で破壊する。だからもう戦争しちゃいけないということです。もう戦争しちゃいけないのにもかかわらず、戦争しようとしている国防軍はまさに破壊そのものです。つまりもう第二次世界大戦でさえ原爆があったわけです。第二次世界大戦でも原爆で、日本は広島長崎で被爆をしたのに、また第三次の場合はもっとひどい核戦争になるわけですね。ということはもう戦争はしちゃいけないというのは当たり前なんです。戦争しちゃいけないのにもかかわらず国防軍を作ろうというのは、まさにこれは破壊です。で、2番目の、キーワードは原子力です。つまり改憲の結果、核戦争だという原子力ですね。それからもちろん原発も原子力です。つまり、両方とも原子力という、両方とも放射能、核放射能というキーワードになります。そしてまさに放射能は、破壊です。放射能は結局のところ、核爆弾にせよ、核爆弾にせよ、また、その核原子力、原子力発電にしても結局、事故によって放射能汚染が起きるという、それ2つ目ですね。それから3つ目です。3つ目はお金ですね。お金、つまり、戦争をしやすくなるということは、兵器が売れるということで、儲ける人がいる。お金で儲ける人がいる。つまり戦争してほしい人がいる。戦争しないとしても武力を売るという、お金儲けする。死の商人ですね。死の商人という、そのお金が動きます。それから原発もそうですね。
原発がどうしてそんなにこの、推してる人がいるかというと、結局はあのお金儲けする人がいるということですね。お金儲け、つまりこの3つのキーワードね、改憲と 再稼働というのは3つのキーワードがあるんだよ。1つ目が破壊というキーワード、2つ目は放射能というキーワード、3つ目は金儲けというキーワード。皆さん、この3つのキーワードでね、結局2つの選挙の争点は、この共通点があるんだよということですね。共通点がある、つまりその改憲や再稼働というのは問題点が大ありだということですね。問題点が大あり、ですから皆さん、この、多くの人はですね、この3つのポイントをしっかり、見抜いて、そして日本のためには、日本を守るためには、日本を愛するためには、どちらが正しいかしっかり理解しましょう。お金儲けする人に、その挑発されて、挑発っていうか、騙されて、お金儲けする人に騙されて、日本が滅ぶ方向に持ってってはいけないということですね。ぜひ皆さん、このネット選挙ですから、まさに、まあ、いくらでも言えると思うんですが、そういうことですね。はい、皆さん分かりましたでしょうか。3つのポイント分かりましたか。3つのポイント分かりましたかね。勝ノ子さん、国防軍はいかん。で、私はですね、まあ、伝道部屋なんですが、政治とは関係ないわけではなくて、むしろ教会はリーダーシップを取らなきゃいけないと思うんです。例えばですね、ドイツのナチズムでヒットラーがたくさんのユダヤ人を殺しましたが、もし教会がですね、教会が立ち上がって、ナチズムに対抗してですね、ナチズムに向かって教会が立ち上がったらば、もっとユダヤ人が殺されなかったんではないかと思うんです。つまり教会が立ち上がらなかったところに問題点があります。それから日本の第二次世界大戦、太陽戦争の時もですね、教会が立ち上がらなかったんです。むしろ教会が、その陸軍に従ってしまった、陸軍に、従ってしまったということなんですね。そういうわけで、教会はその恐れてですね、恐れてその、悪い時代に対して、その警告するような働きも教会にはあるんです。教会にはいろんな働きがありますが、まあ、伝道する働きもあれば、礼拝する働きもあれば、聖書を教える働きもあれば、しかしその国をですね、正しい方向に、リードする働きもあるんです。ですから日本が正しい方向に、この向くように、教会がリードしなければならないのです。教会こそこの世の光なんです。世の光なんです。世の中が悪い方向に行くならば、教会が立ち上がって、正しい道はこっちの方です、神の御心はこっちの方ですと、教会が、リーダーシップ取らなければならないのです。福音派の牧師にリバイバルを伝道しました。アメンアメン。世の中が悪魔的な流れに行こうとしているのを見る目はとても大事ですね。そうですね、行こうとしているか見る目はとても大事。そうなんです。で、第二次世界大戦の時に教会は機能しなかったんです。その憲兵が怖くて、憲兵の言うことを聞いてしまいました。憲兵に対して
もう拷問されても、それを批判した牧師もいます、クリスチャンもいます、少数ですが、ホーリネス派の牧師やクリスチャンは、陸軍に反対して、その投獄されたり拷問されたり獄死した人もいるそうですが、しかしそれは、それはいいことなんですね。それはいいことです。ですから皆さん、今はこのようにニコ生でですね、その、いろいろな政治的なことを言っても今逮捕されない時代ならば、なおさらですね、教会が立ち上がって、教会が立ち上がってですね、この日本のリーダーシップを取るべきではないでしょうか。日本のリーダーシップを取って、正しい、ね、神様にの御言葉に沿うような、イエス様の御言葉に沿うような、導きをするべきではないでしょうか。そういうわけで、平和憲法を守るべきだという考え方と、それから、原発は、廃止するべきだという考え方、直接大事ではありませんが、一つの政治的な方向性としては教会がそれを言うべきではないでしょうか。もちろん教会で一番言わなければいけないのは、罪を悔い改め、偶像崇拝を悔い改め、イエス様を信じましょうということを一番に言わなければなりません。福音を一番語らなければなりません。十字架を一番語らなければなりません。ですから靖国参拝はダメなんだ、靖国参拝はダメなんだというのは、まさにこれは偶像崇拝をやめましょうという、まさにこれは教会の大事な、伝道ではないでしょうか。教会の大事な伝道はまさに、その、偶像崇拝をやめましょう、靖国参拝やめましょうというの、これは、日本が救われるために、日本が祝福されるために教会が立ち上がって、クリスチャンが立ち上がって言うべきことではないでしょうか。ですから皆さん、兄弟姉妹の皆さん、語ってください。御言葉を語ってください。イエス様を語ってください。正しい考え方を語ってください。クリスチャンが叫ぶのです。クリスチャンが叫ぶのです。クリスチャンが、この世に対して、イエス様の教えを語るのです。イエス様の教えを語るのです。ぜひ兄弟姉妹の皆さん、クリスチャンが、その正しいことを言えるのです。クリスチャンが正しいことを言えるのです。クリスチャンが平和の道を、導くことができます。悪魔は裏の中で、日本を破壊しようとしてるし、そのお金儲けのゆえに日本を利用しようとしているのです。お金儲けする人は日本の平和よりもお金儲けの方を選んでるのです。皆さん、ですから私たちは、その騙されてはいけないんです。第二次世界大戦の時に、日本は騙されたのです。日本は騙されたのです。もう戦争があればボタンで両方とも滅んでしまう時代となっているんですね。そうなんです。第二次世界大戦も財閥がありました。その財閥は財閥が儲かるために、その兵器とかなんとか戦争で儲けようとする財閥が戦争を、その協力したんですね。戦争に協力しました。どの時代もお金儲けがですね、お金儲けがその国を滅ぼします。お金儲けが戦争を、この誘導します。お金儲けが原発を誘導して、その原発によって日本は、大変なことになっていくのです。ですから皆さん、目をその分別を持ってサタンの技を見抜くのです。サタンの技を見抜いて、主の勝利の
死の商人の餌食になってはいけないのです。死の商人の餌食になってはいけません。まさに、死の商人は悪魔によって、支配されているのです。ですから皆さん、破壊というキーワード、放射能というキーワード、そして金儲けというキーワード、これが改憲と再稼働の争点なんですね。争点です。ですからぜひ皆さん賢くなってください、私たちはその、選挙の争点を見抜くのです。霊的に見抜いて、そこに働く悪の力を見抜くのです。ですから皆さん、それを見抜くことができるのは教会です。霊的なことを見抜くことができるのは教会ですから、ぜひ皆さん、私は本当に、再稼働するという、その政党に、応援する日本人が信じられません。平和憲法があるのに、それを平和憲法を捨てるような政党に、投票する日本人が信じられません。一体つい2年前に、原子力、放射能汚染をしたばっかりじゃないですか。心配しないで大丈夫です。イエス様がことをなしてくださいます。アメンアメン。つい2年前に放射能汚染したのに、なぜもう一度、再稼働する政党に入れるんですか。ついこの間、日本が破滅した戦争をもう一度しようとする政党に入れるんですか。皆さん、日本人は騙されています。日本人は騙されています。その改憲と再稼働にあるその共通点をしっかり理解してください。その改憲と再稼働に働く悪の力を見抜いてください。見抜いてください。はい、それではですね、明石タイム行きましょうね。明石タイム、今日ヨーツベで裸足の弦のアニメを見て、改めて戦争の悲惨さを実感しました。そうです、今度はもう核戦争ですから、もう滅亡です。今度戦争したらもう滅亡なんです。だからもう今の時代は戦争してはいけない時代なんです。だから平和憲法はもう戦争しないという憲法なので、とても素晴らしい憲法なのです。もう抑止力とかなんとか言ってる時代ではないのです。もう戦争したら両方が滅びる時代なんです。だから国防軍なんかとんでもないことなんです。国防軍というのは、その昔の戦争ではないのです。今は、その核戦争の時代なんですから、戦争してはいけない時代なんですね。戦争してはいけない時代なんです。まさに平和憲法こそこれからの時代の憲法なんです。平和憲法こそ、これからの時代の憲法なんですから、日本がその憲法を持ってるんですから、その素晴らしい憲法をなぜ捨てるのか、ぜひ皆さん、悪魔に騙されないでください。悪魔に騙されないでください。それでは、明石タイム行きましょうね。改憲と再稼働の悪の、3つのキーワードが分かった証。悪魔の3つのキーワードが分かった証、スタート。全く心配はいらないと分かった。墓参りやめたら戦争がなくなりそうな気がした今日この頃です。戦争を起こしかねない市民党は危険すぎると思いました。国防軍なんて心から反対です。原子力規制庁がうまく働いてほしいです。高校を中退しても信仰があれば人生大丈夫だと知りました。アメン。
イエス様は常に正しい道へ導いていると分かった。この放送で自民党に勝たせてはいけないと思った。左翼の方が平和的だと思いました。イエス様がサタンを止めると信じています。リバイバル効果で社民党が躍進するように祈りました。戦争は起きません。大リバイバルが起きるから。改憲に絶対反対したいです。再稼働と再就職やめました。関東も放射能に汚染されたら怖いです。この配信を見なければ自民党に騙されるとこでした。改憲反対の社民主事の Q ちゃん、アメン。在特会みたいになってはいけないと思いました。こんな俺でもイエス様を愛してくれて本当にすごい方と知りました。イエス様は未来も知っておられると思いますけど、正しいことを言っていくのが大事だと思います。自分の意見を持つことが大切だと思いました。この放送のおかげで自民党が悪だと気づきました。社民党こそ平和を守るただ一つの党。信仰を持った周りの意見に流されなくなりました。この放送はとても大切なことを教えてくれる良い放送ですね。戦争は一番の罪です。悔い改めましょう。自民党は悪魔に騙されていると思いました。お金は怖いと思いました。戦争はイエス様に背くので良くないと思いました。古代の悪霊に投票してはいけないと思いました。君が歌うのは悪です。悪です。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。社民党は同性愛を、認めるということで、そこのところはちょっと、問題があります、クリスチャンの政党がまだありません。金持ちになりたがる人は誘惑と罠と、また人を滅びに
とは破滅に投げ入れる、お金持ちになりたがってはいけないということですね。恐喝万引きしていた非行な自分が生まれ変わった、アメンアメン、よかったですね。イエス様を信じると生まれ変わります。イエス様を信じると生まれ変わります。本当はイエス様に投票したいです。ハレルヤ、イエス様に投票しましょう。アメン。サタンではなくイエス様に投票するのです。この放送でサタンを追い払う力がつきました。この放送で占いサイトを解約しました。多くの人に御心が行われますように。賛美歌の作曲をしてみようと思いました。もし皆さんの中で賛美歌を作曲された人はどうぞ教えてください。賛美歌を作った方、ぜひ、私の方にください。人間人生の借金は不信仰でできると知りました。アメン。この放送で選挙の時だけ書面ずらした候補者をに騙されなくなりました。今日の、タイトル、もう心配はいらない。アメン。イエス様、毎回見てたら気持ちが変わりました。自民党支持やめたでござる。この放送の曲を作ろうと思います。賛美歌を作ってくださいね。賛美歌、選挙の演説よりイエス様の言葉がいかに清いか知りました。アメンアメン。国旗を掲げることは偶像になるのでやめようと思いました。キューちゃんはどこの政党支持ですか？今のところ社民党ですね。今のところ社民党です。一番クリスチャンっぽいですね。ご検討、原発、脱原発。ご検討、脱原発で一番近いです。日本を本当に守ってくださるのは国防軍ではなくイエス様ただお一人。アメンアメン。自民党は財界の手先だと思いました。自民党は財界の手先です。金持ちになるより信仰した方が人生は素晴らしいと知りました。アメン。国防軍とか絶対作ってはいけない。日本にもキリスト教系の政党できないかな。皆さんの中でですね、クリスチャンの政党を作りたい方は応援しますから作ってください。皆さんの中でクリスチャンの政党を作りたい方がいたらですね、応援しますので作ってください。選挙に行かなきゃと思いました。
選挙に行かなきゃと思いました。私は政治家になりません。私は牧師です。私は伝道者ですから、本当に日本を変えるのは伝道です。政治ではありません。本当に日本を変えるのは伝道です。伝道です。しかしクリスチャンの政治家がいてもいいのです。クリスチャンの政治家がいた方がいいのです。今夜の放送で選挙に行こうと思いました。そう、伝道者が日本を変えると知りました。伝道が日本を変えます。伝道が日本を変えます。心が変わらなければダメなのです。法律が変わってもダメなのです。心が変わらなければダメなのです。心を変えましょう。クリスチャンになって選挙に行ってますよ。アメン、アメン、アメン。この放送を聞いて選挙は社民に入れようと思いました。この放送を聞いて選挙は社民に入れようと思いました。政治もリバイバルで全て解決します。この放送のきっかけで私の人生が変わってしまいました。アメン、ハレルヤ。日本が国防軍を作るぐらいなら他国に攻められた方がマシと分かりました。イエス様のご加護がある社民党こそ日本に必要だと思った。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。全く心配はない。アメン、アメン。はい、ありがとうございます。選挙に行って信仰を深めたいです。この放送はどんなテレビ番組より見たい良い放送ですね。アメン。イエス様を知るとお金よりもっといいものに出会いまくります。伝道こそ私たちが聞き入れるべき演説と知りました。神の言葉を聞くこと、神の言葉を聞くことが大事です。自民党だけは絶対に入れないわ。心配している時間があったら祈ろう。アメン、アメン。この放送に出会えたことに感謝です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。聖霊様の教えに感謝します。祈りこそ人間の最も崇高な行動だと思ったわ。この放送に出会えたことは神の導きであると思ってます。選挙より伝道で人が変わると知りました。イエス様、私を守ってください。悪魔には人間を守れません。リバイバルが待ち遠しいです。日本を変えるのは選挙ではなくイエス様や神の愛です。今憲法問題やんないと手遅れになる。はい、ありがとうございました。ちょっとニコ生政治生主のところに宣伝してくるわ。この放送、強い信仰心を持ちたいです。自衛隊を、天皇制を解体して真の平和を作ろう。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ですね、明日はですね、明日は木曜日なので朝の放送はありません。ニコ生のメンテナンスで朝の放送はありません。そして明日は木曜日ですから7時からですね、明日の、夜の放送は7時からします。朝はありません。はい、ありがとうございました。私の外見に期待しないでください。きっと想像とだいぶ違います。はい、私せっかちでですね、私は日曜日が忙しいので、何でしょうか、期日前選挙に行くんですね。で、少し慌ててですね、今日行ったんですよ。そしたらまだやってませんと来週からですと言われましてですね、もっと調べてから行けばよかったんですけど、今日投票に行ったんですね。投票に行ったらまだやってませんと言われました。ちょっとせっかちなんですね。そういうわけで、もう一回ちょっとですね、後から来た方もいるので、もう一度ちょっとまとめます。まとめます。選挙の争点である改憲と再稼働には3つのキーワードを、見つけました。1つは破壊ですね。改憲は戦争をするということで破壊、再稼働は、原発の事故ということで破壊。その2つの、選挙の争点は破壊というキーワードがあります。2番目は、放射能というキーワードですね。改憲で戦争が起きたら核戦争になるという放射能、それから再稼働は、放射能事故という放射能、両方とも放射能というキーワードがあります。3つ目はお金です。戦争が起きれば死の商人が儲かる、戦争が起きなくても武器が売れるということで死の商人が儲かる。そして原発も、お金儲けをする人がたくさんいる。放射能で原子力発電で儲かる人がいる。そのお金儲け、死の商人という意味で、3つのキーワード、この3つのキーワードで私たちはこの、その選挙の争点で、ね、その破壊という方向性があるんだということですね。サタンはこの日本を破壊しようとして、その3つのキーワードで日本を破壊しようとしているんだということに気づいてほしいと思います。ぜひ皆さん、騙されてはいけません。悪魔に騙されてはいけません、ね。死の商人に騙されてはいけません。悪霊に騙されてはいけません。偶像崇拝に騙されてはいけません。日本も朝鮮戦争、ベトナム戦争で儲けました。戦争は金儲けによって戦争が引き起こされるのです。ですから皆さん、お金儲けをする人によって国土を破壊されてはいけません。日本を破壊されてはいけないのです。私たちは日本を守らなければなりません。国防軍で守るのではなくて戦争から守るのです。放射能から守るのです。破壊から守るのです。皆さん、本当の愛国心、本当の愛国心、ね、騙されないでください。騙されないでください。騙されないでください。本当の、愛国は、日本を破壊しないということですね。日本を破壊しないということです。その戦争で儲けるにはまさに悪魔の世界ですね。戦争で儲けるとはまさに悪魔の世界です。アメン、アメン。はい、それではですね、招きをしましょう。今日の、改憲と再稼働は日本の破壊であるという、その選挙の争点ですね。
その選挙の争点の、この本質を話しました。ぜひ皆さんが理解してこのことをいろんな人に伝えてほしいと思いますね。いろんな人に伝えてほしいと思います。そして、本当に必要なことは、罪を悔い改め、偶像崇拝を悔い改め、拝金主義を悔い改め、不信仰を悔い改めて、イエス様を信じて清く正しく生きること、清く正しく生きること、本当の神様に立ち返って、本当の神様に立ち返って、正義と平和を求める人間、正義と平和を求める人間になる必要があるのです。皆さん、イエス・キリストを信じるというのは、罪や悪から離れて正義と平和を求める人間になることです。神の子は、正義と平和を求める人間です。そのようなクリスチャンになりたい人、悔い改めてクリスチャンになりたい人、アメンアメン。正義と平和を求める人間になりたい人、アメンアメンアメン。小太郎さん、アメン。犬さん、アメン。菊池さん、アメンアメン。リュウさん、アメン。カズノコさん、アメン。本当に必要なことは丸投げただ一つ、アメンアメン。天の父様、感謝します。今日本は選挙をしています。どうぞこのネット選挙になったことによって、この放送でも選挙の話ができるようになりました。イエス様、感謝します。そしてこのネット選挙によって多くの人が深く考えることができますよ。信仰的に深く考えて、信仰的に、その真理を学ぶことができますように。今日本は、日本の季節が始まろうとしています。悪魔が今退けられ、神の力が増し加わる時代であることを本当に感謝します。ですから教会が立ち上がります。クリスチャンが立ち上がります。教会が立ち上がります。クリスチャンが立ち上がります。リスナーの方々、祝福してください。今アメンと言った方々、信仰を持つことができますように。罪が許されて、永遠の命が与えられて、救われますように。今アメンと言った方々が救われて、正義と平和を求める神のことになりますように。この日本において世の光になって、多くの人たちに正義と平和を求める生き方ができますように。模範となりますように。イエス様、どうぞ日本が悪い方向に行きませんように、破滅の方向に行きませんように、破壊の方向に行きませんように、日本を救ってください。日本にリバイバルが起きますように。イエス様、今です。日本を救ってください。日本を変えてください。イエス様、あなたは十字架でサタンに打ち勝ちました。十字架の勝利が日本に来ますように。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメンアメンアメン。明日の朝はありません。明日夜7時です。明日夜7時またお会いしましょう。ありがとうございました。シャローンシャローン。おやすみなさい。ハレルヤアメンハレルヤアメン。シャローンシャローン。